ていく前に一つ皆さんにお話ししたいことがあります。少し前にハイビスカスのお花を作りました。あのお花はコメント欄で作れませんかとリクエストをしていただいて作ったものです。でそれからあの他の動画のコメント欄でもあのこんなもの作れませんかっていうコメントをいただくことが多くなりました。あの本当にありがとうございます。リクエストをいただく中で今後どういった形でお受けすればいいのかなってちょっと考えたんですけど、あの今は私の頭の中にあの作りたいデザインだったり、あとはお花がすごく大好きなので、いろんな種類のお花を主に動画にしながら、あのたまに皆さんからのリクエストにもお答えしていきたいなと思っています。なのであの全てのリクエストにはなかなか答えられないかもしれないんですけど、皆さんの意見もあのぜひ参考にしながら動画を作れたらいいなと思いました。で、あのコメントはあの毎日こう読ませていただいているので、皆さんの興味のあるものが知れるのはとっても嬉しいです。なのであのこれからも質問だったり感想だったりあのいろいろとお待ちしてますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。それでは早速作っていきたいと思います。あの今回この色見本を飾っておくのに、あの私の中で3つちょっとポイントがあって、あの1つ目はこのお花の色味が全部とても綺麗にできたので、あのそれぞれこう綺麗に飾って、あのパッて見た時にこう全部の色が見えるように飾っておきたいなっていうのと、2つ目はこの色見本を使ってアクセサリーを作る時にこの色とこの色は合うかなとか、あこの色とこの色かわいいなとか、ちょっとこうこのお花を実際に動かして合わせてどんな色味のアクセサリーを作るかあの決めたいなと思ってました。で3つ目はこのお花全部で18種類あるんですけど、あの一目でこの色はコバルトブルーだとか、この色はイエローだとか、あのパッと見ですぐ分かる色もあるんですけど、例えばこの2色もクリムソンとピンクでちょっとこう色味がすごく似てるものが何個かあったりもするので、パッと見あこれ何の色だったっけなってちょっと忘れてしまうこともあるので、あの色の名前もできることなら書きたいなっていう思いがありました。なのであのすごく欲張りなんですけど、その3つをどうにかこう組み合わせて形にできないかなってすごく考えました。で今回使うのがこのガラスのフォトフレームです。ちなみに今回購入したこの写真立ての値段は 9.99 ドル、だいたいあの1000円ちょっとぐらいでした。でちょうどこのフォトフレームこんな風に開くので、ここにあるものを仕込みたいと思います。それがこれです。これ小さなマグネットなんです。直径が5ミリ、厚さが1ミリの本当に小さなマグネットなんですけど、このマグネットをこの裏にペタって貼り付けて、このお花の裏にも1個貼り付けて、ここでこうペタっとくっつくようにして飾れば、ここに動かない状態で止まっていられるし、パッて取ってあの色味を合わせてまたパッて戻せるし、いいんじゃないかなと思って、ちょっとこのやり方で今回は作ってみたいと思います。
というわけでようやく色見本が完成しました。ちょっといろいろ大変な作業もあったんですけど、一応今回はこんな感じで仕上がります。この磁石1枚ガラスを間に挟んでるんですけど、結構強度もあってしっかりくっつくようになってます。こういうふうに振っても全然落ちないので、ポロって取れることはなさそうです。裏の磁石もサイズを5ミリにしたので、この真ん中の飾りとちょうど隠れるので全然目立たなくなりました。こんな感じで剥がせて貼れて、剥がせて貼れて、個人的にはこのラベルのところを本当だったらラミネートとかでこう綺麗に仕上げたかったんですけど、ちょっとそういったものを持ってなかったので、今回はセロハンテープのような透明なフィルムのこうシールのようなものを使って、そこに油性ペンで書きました。テープにしっかりペンが馴染んだので、特にこう触っても色落ちはしないので大丈夫かなと思います。一応これ中開いてみるとこんな感じになってます。後ろの磁石も全部接着剤でしっかりとくっつきました。ちなみにこの磁石高さが1ミリなので、こうやってガラスをこう挟んだとしても、この隙間しっかりと閉まるので、ここでちゃんとこうカシャンとロックをすれば綺麗に収まりました。こんな感じでこれからアクセサリーを作るときに、ちょっとこう色味を合わせながらいろんな可愛いアクセサリーを作れたらいいなと思ってます。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。この色見本もし可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日も動画アップしたいと思うので、ぜひぜひご覧ください。ありがとうございました。